はい、こんにちは。ご当地商品紹介 TV レポーターの一郎です。リポーターの三金津です。はい、今回は第10回目の放送になります。今回もご当地の商品紹介したいと思います。今日紹介する商品はこちらです。はい、フルーツキャンディークレパスクレパスの味5種類って書いてあるんですけども、クレパス風のフルーツキャンディーです。あのクレパスってクレヨンを作ってる名前ですよね。でこちらを見ると、はい、桜クレパスとコラボしたカラフルで可愛いキャンディー、5種類のフルーツキャンディーが2粒ずつ入った個包装には気持ち伝わるメッセージということで、これちゃんと包装されてメッセージまでついてるんですよ。でかつブドウ、レモン、桃、いちご、青りんごということで味が5種類ですね。でこれ名東産業株式会社って、これ名古屋にある会社が製造しております。はい、じゃあこの桜クレパスとコラボしたこの5種類のキャンディー、ちょっと一つ舐めてみたいと思います。はい、出してみましょう。こんな感じになってますね。はい、あ、後ろにこれからもよろしくねとかね、こういうメッセージが書いてあります。こういろんなメッセージ書いてあるのかな。あ、いつもありがとうとかね。ハブファン。うん。まあ、英語の場合もある。大丈夫だよとか。あ、30種類のメッセージだからキャンディーどうぞと。お願いしますとか。もうこれいろいろ、ほら、いつもありがとうとかね。これ感謝の気持ちですね。あ、大丈夫だよ。さっきあったかな。じゃあこれちょっと舐めてみようかなと思います。うん。なんかね、これどうなんだろう。2種類入ってるって書いてあったんで。あ、これ青りんご味かな。5種類の味で、1袋で2種類。うん。うん。まあ普通の青りんご味。で、この赤いのは桃ですかね。ん？違うな。これは、あ、桃か。こっちの赤いのがイチゴでしょうね。うん。うん、これがブドウですかね。うん。青リンゴ。もう普通に。桃を食べてみます。あ、桃。うん。じゃあミックスしたらどうですか？うん。あのね、桃と青リンゴに関してだと、桃の方が、すごいね、ジューシーな感じします。うん。うん。なんでこれクレパスなのかなっていうちょっと疑問はあるんですけど、なんかあれなのかね、クレヨンみたいなイメージをしたかったんですかね。うん。なんかこの飴のパッケージだけ見ると、なんだ、フルーツの飴には見えない、やっぱクレパスかなと思っちゃいますよね。うん。あー、でも美味しいですよ。うん。あー、いいです。これこの後メッセージ付きね、お願いします。今日僕は大丈夫だよっていうものをちょっと悩みました。はい、でちなみにこれはね、クレパス飴。お値段はあの196円。まあよくあるのど飴の値段で、売ってる値段ですよね。はい。で、これは、あの、前回でも買ったんですけど、埼玉新都心の、あの、こととやさんでね、購入してみました。はい。まあ結構こういう、無果汁、これはお菓子ですって書いてあります。うん。面白いですね。うん。まあ良かったです。はい。ということでね、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい。それでは次回のご当地商品紹介まで、さよなら。